日本のカトリック教会の聖職者、神言開始。カトリック、新潟市教区第三代司教を経て、カトリック東京大司教区の第九代、現任の大司教である。先例名は、タルチシオ。カリタスジャパン責任司教、日本カトリック司教協議会、HIV、エイズデスク担当司教、アジア司教協議会連盟事務局長、同人間開発局委員。 公益財団法人 WCRP 日本委員会理事、一般財団法人日本聖書協会、副理事長等を務める。全カリタスアジア総裁、全国際カリタス評議員。1958年11月1日、岩手県宮古市生まれ。ナム山高等学校団支部を経て、ナム山大学文学部進学科卒業。1八十六年三月十五日。 ナムサン協会で司祭に上海された。同年から1994年まで、西アフリカのガーナに宣教師として派遣され、コホリドゥア教区の小教区で、主任司祭として、死牧活動を行う。帰国後は、新学生養成担当、1999年からは、新元会日本管区長を務める。2004年5月14日、フランシスコ佐藤慶一司教の引退に伴い、 教皇ヨハネ・パウロ2世より、新潟司教に任命され、同年9月20日に司教に除解された。2009年から2013年まで、新潟教区長兼任の札幌教区管理者、2014年には、ローマ教皇庁副院選教省の委員を務める。2017年10月25日、ペトロ・岡田武雄大司教の引退に伴い、教皇フランシスコより9代目の東京大司教に、 任命され、同年12月16日に就任した。また同日から2020年9月22日のパウロ、ナルイ大介司教の着座まで、新潟教区の首都座管理者も兼務した。ありがとうございます。